ご視聴ありがとうございます。リオンちゃんで今日の動画はまあ中間ではないけど、まあいろいろ買ったのでご紹介したいと思う。なんか今日濃いな、眉濃くないとか。まあ今日はほんと美容系とかダイソーとか服とかまあいろいろ買ったので、ほんと久しぶりに10日に仙台駅の方に行ったんですけど、めちゃめちゃなんか祭りかっつうぐらい人、もう仕事終わりに行ったからまあ3時台まあ4時頃行ったんだけどさ、めちゃめちゃ人、どっから集まってきたんつうぐらい人で、ほんと陰キャとか人混み苦手な人めっちゃ辛かった。まあ音楽聴いてこう周りの音をかき消してたんだけど、そう人混みが苦手な人、ほんと私は車とか酔わないんだけど人に酔うんだよね、人の多さに。そうなのでなんとかツルハドラッグと駅前のドンキ、そうまあドンキでちょっと買い美容系のものっていうか、あとヨドバシカメラとか小島電機とかに行ったんだけど、私が欲しいものつうか、なんかさコテとか見たん、コテつうかヘアアイロンが欲しいって言ってたと思うんだけどさ、カールの方は結構いろいろクレイツとかキヌージョとかまあエトセトラいろいろあるんだけど、ストレートってなるとなんかすごいなんかデザインが微妙だし、なんかなみたいなちょっとね迷っております。まあそんなに頻度で使うわけでもないので、あとはねなんかスチーマードンキーブランドのやつもちょっと気になったりとか、あとドライヤー、私はまあもう量も多いし長いので、まあヘアアイロンより、まあ、ドライヤーの方が使う比率高いので、まあまあもしドライヤー買うんだったらこうまあ火力っていうかなんつうのなんかちょっと排気量がでかいやつ欲しいなと思ってる。まあ買うんだったらね。そう。つうことでご紹介していきたいと思う。何から行こうか。まあ、用品から行こうか。ね、まあ、ツルハドラッグね、2店舗掛け持ちしました。まず1個目のツルハドラッグ。ほんとね、ここ、そう、なんかさ、そうここが一番そうアーケード街にあるツルハドラッグなんだけどさ、本当にいろいろあるから、なのでわざわざ暑い中人混みの中行きました。ちょっと掴んだ順からこれ、まあ、縛りメイクするからなんですけど、セダンヌの UV トーンアップベースホワイト SPF50 の PA4 個ぐらい入ってるやつで、紫外線から肌を守り明るい透明肌にっていうやつ。これはなんかもう一個しかなかった。これともう一個しかなかった。こういう感じ。一つ。これが一つ。こういうさ購入品紹介するとゴミ増えるんだよね。まあ YouTuber さんあるあるだけど。次またセダンヌの。メイク崩れ防止ファンデーション毛穴をカバー薄付き密着ラスティングカバーファンデーションの10番明るいオークル系 SPF50 の PA3 個入ってるやつ。そうなんかさ顔に合わせるとさきっとさ首と色とさ同じくしようと思ってんだけどさ、なんだかんだでさ化粧品味が使うやつ大体さ
UV 効果のあるやつだからさ、顔だけがさ同じく日焼け止めになったりパウダー塗ったりしてもさ、そう顔だけが明るくなってくるよね。ファンデーション次これさ、私あの買う前にいつもこう何を買うかなって、もうネットでもしベースがミッコだったらこれとそれとそれみたいな、もう買うもの決めていくことが多くて、私の場合今回参考したっていうかアットコスメストアで見て決めたんだけど、そう限定ではキティちゃんのパッケージだったんだけどさ、あれはまるまる店限定のやつだったのかな、ノーマルなタイプなんですけど、レブロングステイクッションロングウェアファンデーションの002番バニラっていうね、透明感で崩れにくい透け感マットな肌。私結局どんなツヤ肌とか何しても結局粉入れちゃうので、そうなのでツヤ感とか私そういうのいらないっすよね。高密カバーで崩れにくい透け感マット仕上げの UV クッションファンデーション、そうちょっとねクッションファンデのレベル上げしました。価格帯でツルハドラッグに売ってそうなやつで探すと値段的には価格帯はこれだったので、レブロンお久しぶりレブロンですね。一時期さめっちゃレブロンのさ下地とかファンデーションとか使ってたけどさ、次これ珍しくねちょっとね冒険しました。私は無難あのブラウン系のやつ買いがち案件なので、ケイトのデザイニングブラウンアイズのピンクブラウン、あれ味の中で02番だと思ってたら06番だった、失敗したっつうか、まあいいか。ピンクってさ今日は使ってないけど、ピンク系ってさこのユーバグラムのベルベットアイカラ07番、違うつうかさ私さピンクのやつってさないに等しいからさ、まあいいや、絶対さ多分私 YouTube とかやってなかったらこんな色絶対買わない気がする。いつも同じなんか茶色みたいな感じ系なので、まあいいでしょう。ブランに溶け込むカラーニュアンスの影色、抜け感とワイドに広がるブラウンアイっていう新作寄りなのかな、なんかケイトのケイト縛りの時に買った以来のケイトですね。次いっぱいあるんですね。次これベース系のキャンメイクのポアレスクリアプライマー、セダンヌのなんか似たようなやつ使ってて、もう2年目なのでやっぱ消費期限的にもう賞味期限切れてるので、こっちにね乗り換え、お肌の気になる毛穴テカリに塗った瞬間サラハラ素肌へっていう、なんか私的に透明なやつが欲しかったんだけど、透明なやつはなんか売り切れてたのかもう終了したのかよく分からんけどなかったんで、出てこい02番買ってみました。次君だ、限定なのかな、あのセダンにも似たようななんか出てきたと思うんだけど、だったら私このペンシルタイプが好きなのでこっちにしました。キャンメイクのクリーミータッチペーパールの02番ホリデーベージュっていうね、とろける
書き心地、下まぶた用のラメシャドウ。私さ、結構ラメラメ感はあんまり好きじゃないっつうかさ、今さこういうやつが流行ってるからさ、一個さセザンヌよりはこっちのペンタイプの方が私的に使いやすいので、限定じゃないといいな、なので買ってみました。次、おはじめましてそう、ティント、キャンメイクのジューシーリップティント01番ピンク。私よくよく考えたら今持ってるピンク系が乏しかったので、そう、5分待って叶える粘膜ティント、食べても飲んでも色残り。私さ、残るのって韓国系とかしかないからさ、リップティントですね。次、なんかさ、私さネットで見たやつとさ色味若干違かったなって思ったんだけど、サナエクセルのリスキニーリッチシャドウの PC04 番コシェルコーラルっていうね、あのデパートコスメがピンクだったので、新しく買うセダンヌでもない系はオレンジにしようと思ったので買ったんだけど、なんか思った感じのオレンジとは違う、こう淡い感じというかさ、ピンク感が強いオレンジだとは思わなかった。こういうことあるよね、なんかネットで見てる感じと、まあいいやと思ってどっちみちなんかピンクちょっとオレンジ感のあるよね、買えばよかった。次、セダンヌの眉マスカラの01番ナチュラル。あの新しいやつも置いてあったんだけどさ、なんか私が思うピンク髪もしないし、どっちかっていうと私は落ち着いた方向性に行こうと思って、髪ぐらいはと思って、まあ髪より眉毛をワントーン上げろってよく言うじゃないですか。なのでちょっとね、髪をね染めたばかりなので、ちょっとねちょっと暗っぽく見えると思うんですけど、もうちょっと光に出ると明るいですね、若干。でもこうナチュラルな茶色なので、そんなに金髪とかみたいな発色ではない。そう、10月から使うので、そう、私は4ヶ月に1遍ずつ眉マスカラを交換してるので、そう、いまいちさこういう、まあ何でもそうですけど、こういう系の終わりがわからない、マスカラ系。そう、だから苦手マスカラ。次、終わりが近づいてきた。これもね、なかなか近くのやつだとなくて、いや透明なやつはあるんだけど、こっちの方は値段的にはキャンメイクより安いので、耐久カールカールマスカラ。そう、私はこういうねコーム型の方が好きなので試しに買ってみました。本当はねキャンメイクをなんか電動入れマスカラにしようかと思ったんですけど、なんとなくコームっぽいのでお試しに買ってみました。そう、こういうねなんかスリーウェイみたいなやつ好きなので、マスカラ下地、マスカラトップコートみたいななんで買ってみました。あまり正直まあいらない、使わないので、はい、マスカラ。コントロールカラー、まあこれの01番使っているんですけど、キスのコントロールカラーベースの04番グリーンですね。
赤身カバー透明感アップのやつを買いました。次、そうこういうやつが一番使いやすいんだよな私的に。電動入りシェーディングキャンメイクのシェーディングから01番。ちょっとさ私の場合さ消すことが多いので03番でもいいんですけど、ちょっとね隠すんだったらちょっと濃いめの方がいいかなと思って、多分みんなは04番とか05番みたいな系が好きだと思うんですけど、私がっつりいきたいのでがっつりいきたいので、皆さんはこういう系は何色がいいですか。多分私みたいに消し私がっつりいきたいので、まあ付属のブラシは正直なんか使いにくそうなのでポイするんですけど、次ベースはキャンケイトのザ・アイカラーベース001番。そうなんかキャンメイクばっか使ってたので久しぶりに別のメーカーも使ってみようかなと思って01番。そうあのリップは本当はこっちじゃなくてリップモンスターの方が欲しかったんですけどなかったので、これもなんか同じぐらい人気だって別な美容系 YouTuber さんが言ってたので、キスのリップアーマーの02番、夜遊びコーラル唇にツヤ感発色の鎧を、唇に色が密着しツヤのあるジェル膜でコートする新処方ティント、一日落ちづらい。本当かよって思うんですけど、私は本当にリップを基本婚活じゃない限り塗り直さない女なので、もうつけたらつけっぱなしの女なので買いました。これです、この袋は最後だ。そう私はねあのコンシーラーをすぐね使い切る女なので2個目買いました。キスのコンシーラークマニキビ跡カバーのやつ、まだまだなんですね、まだ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 購入品があるんです。今日次、まあいつものって言っていいほどの下地、これも人気でしたよね。豆乳イサブラボンサナ滑らか本舗薬用純肌スキン UV 下地ホワイトニング UV。 そうこれとこれを使う、こういう組み合わせで使おうと思って、いや本当は別にこれクッションファンデだけでもいいんですけど、なんか下地したいなと思って、高くなくてもいいからと思って、まあ人気私が見てる YouTuber さんがなんかこれいいよって言ってたので買ってみました。次こっちはベース部門なんですけど、エスプリークのブライトニングプライマー SPF50 の PA4 個入ってるやつ。そう今回はドラコスの中ではエスプリークにしてみました。これとファンデーションがエスプリークのシンクロフィットリキッド UVOC405 番。ちょっと赤みかもしんないんだよな、こういうやつと。なんかさ
もうマキアージュの時もさ、これついてきたけど正直私使わないからいらんのよね。あとは、まあ、一時期ね YouTube 界でも使ってる人結構いると思うし、他の人も結構使ってると思うんですけど、キャンメイクプランピンプランプリップケアスクラブ01番。あ、じゃあさ、唇のあれが一年中ひどいので、くすみガサガサにと思って買いました。使うの楽しみ。次、服は最後にしようか。服もね、まあ3個あるし、またねちょっとね足りないので、またしまむらかベールかで購入するんですけど、とりあえず買った分だけご紹介します。マスク白黒でしょ。そう、22日の時にお久しぶり様に婚活行くなんかブレスケア買ってみました。なんかね、ブレスケア詰め替えはなんかブレスケアなんかね、もう一個の700円ぐらいでなんかグミみたいな方もあったんですけど、と思ってブレスケア買ってみます。あといつものささみ巻き鶏軟骨ソフトでしょ。あと今日なんですけど、炊き込みわかめ。私は結構粒が大きいので、なんか潰してから、これなんかコップの後ろでがこう力いい、そう、私は細かい方が好きなので細かくしました。そう、結構ね久しぶりに食べたんですけど結構味濃かった。安定のゴールドブレンドでしょ。あとは、あ、ドンキ購入品、まあ、4個しかないんだけど、メディヒールで、メディヒールの中でちょっとねお安く150何円かで売ってたやん。なんか韓国語で書いてあって、正直なんて書いてあるかわかんないんだけど、これと、これと、これ。本当は、アピューのジューシーパンティントを買うつもりだったんだけど、なんかツルハドラ、前私が去年だが、いつだか行った時にはあった。なんだけど、私が見つけられなかったのかなんだかわかんないけどなかったので、これ 4U2 タッチリップ13番、レイズゴー、なんだレイズゴーって。そう、買いました。ピンク500円ぐらいなので、ちょっとなんか機会があればなんか縛りやってみたいな。このどこのコスメかよくわかん、どこの国のコスメかわかんないけど、わかんないわ、どっかの動画とかで使ってたりするでしょ。次、まあこれはね後々使うんですけど、ケーキに刺すやつ。なんかね、眉ブラシがなんか本当になんか短くなるとか、あと2個で1個みたいなブラシは私すごく大嫌いなの。なので見つけて2個買ってしまったワイドアイブロウブラシみたいな、フーミーの、眉毛ブラシみたいなやつ好きで、ぽい形、こう、なん
なんか使ってみ、来年から使うんですけど、そう今これ年内を我慢して、セリアで買ったやつ使って来年からこっちに移行したいと思います。そう。あとコップ、そうミーミーちゃん、これなんだっけこのキャラ、トイストーリーのクマとミッキーちゃんとプルートとドナルドのやつ。なぜコップ3個も買ったかっていうと、うちこうご飯食べるときにお茶を飲むんだけど、そのコップの同じディズニー系のやつなんで、まあ二つに割れたっていうかひび入っちゃって、そうで、その次に買ったまあそっちはダイソーのやつと、まあ洗い替えでも一個あってもいいかなと思って3個買いました。でしょ、パパちゃん用のラー油ですね。本当にねアホみたいにかけるのですぐこれなくなるんですよ。私は私とマミーはこのノーマルなオレンジのキャップのやつなんですけど、そうすなくなっ うちになかったので買ってあげました。ラー油の唐辛子入り、アホみたいに本当にかけて食べるんですよ。でしょ、あと頼まれてたパパちゃんのトゲ、そうなんか腕こうベルトのとこがもげただか取れただかって言ってて、300円のデジタル時計を買ってあげました。一応時計屋さんに持っていくと電池も交換してもらえるって書いてあったな、どこに。でしょ、あとトレートースターのトレー、でしょ、まあ包丁も買いました。包丁は使うんですよ。あと最後服、1個は旅行用にね着てもいいし、今後ね婚活に行く時に着てもいいしっていうやつと、あと2個は今ね、今日は基本は日曜日ってもうメイクもしないパジャマ、そう顔もなんかダラダラ過ごす日って決めてるんですけど、今回なぜ今週を日曜日に撮影してるかっていうと、あの最初にご紹介したメイク品をご紹介したかったので、その分金曜日ダラダラ過ごしたので、そうこれパジャマなんですよ。そうユニクロのやつなんですけど、ユニクロのワンピースなんですけど、そうユニクロいいよね。これもそうママちゃんからもらったやつなんですけど、そうパジャマがなんかもう何年もの選手なので、ちょっとね穴が開いてきたので、で代用で買いました。まあ、これ今着てるこのユニクロのやつも9月30日、まあ10月からこっちの今からご紹介する方に移行するんですけど、そう1個はね、そう私ワンピース好きなんですよ。ワンピース好きなんですけど、体型的になんか妊婦みたいな体型になるので、ワンピースほんと楽だってさ、1個選ぶだけでいいんだもんっていう理由で私はワンピース結構好きです。そうなんかさ、常時別だとさ何着っかなって本当に思うの。そうあでもな、上がシンプルだから下柄とかその逆とかさ、私大してあまり服にこだわりがないからなんか適当に選ぶんだけど、そうワンピース買いました。ちょっとね今っていうよりはちょっと10月ぐらいまではちょっとね、ちょっと生地がちょっと厚めっていう感じかな、
まだ暑いかなって。そう。まあ、しまめさん独あるあるのなんかどっちかがなんか異素材シャツっぽいやつみたいなやつを買いました。こういうやつこういうやつこういうやつ、そう TR 袖切り替え OP117 茶色なんだ、私勝手に黒だと思ってた。1900円のやつで、ワンピース大好きみんなので、そうまあこれだったらさ、まあ旅行に来て行ってもいいしさ、とか婚活に行ったりとか、まあまあまあ無難に使える服が大好きみんなので買ってみました。そうワンピース好きなんですよ私。本当にあの2個同じなので1個だけご紹介するんですけど、パジャマ V ネックのやつですね。これは HB 無地スリット OP100 3L、 まあ家なんで、あ、本当だ、スリット入ってる。こうお風呂上がりに着るので、なんか素材がこうペナペナしてた方がいいのでこれにしました。まあパジャマなんで、そうパジャマなので、まああと全部ご紹介したかな。あとはあの旅行に行くお菓子とかジュースを買ったりとか、お買ったりしました。まあそう旅行のバッグ、今久しぶりにキャリーバッグ、私のキャリーバッグってまあ日帰りでも行ける、なんかまあ少なめ旅行でも行けるサイズなので、ちょっとね私にまあご紹介の通り荷物が多い人なので、私が今持ってるバッグ、手持ちバッグで入るかどうかっていう話なので、まあ、パソコンとかを持っていこうと思うとキャリーかなとか思ったりとか、そう、うん、直力荷物を減らす、あのバッグとかリュックかなとか思ったりとか、まあもう次の日に行きますっていう日に、木曜日13日に、まあ、10月13日に、まあ、勢いで撮るみたいなに動画になる可能性があるので、まあまあみそん見たいっていう人いるか分からんけど、まあそんな感じですね。こんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次の動画でまた会いましょう。バイバーイ。